大阪劇場。赤毛特急車。新ニュース。おはようございます。所長室のドアを開けて元気。よく入ってきた。女秘書の柴田に聞く。古城はそう言って挨拶を済ますとニコニコ微笑しながら。先生！ 素敵な珍ニュースをお聞かせしましょうかといきなり言った丸の内発行ビルの国民傍聴会事務所であるおやおや出勤早々の珍ニュースかねうん是非一つ拝聴させてもらうかなまあかけたまえと所長の横川帝介氏は 相変わらず気さくなものだ国民傍聴会といえばすでに読者諸君の中にはご存知の方もあろうと思う最近1年足らずの間に八木マに数々の大事件に関係してその会話を発揮して以来すっかり有名になってきた愛国青年探偵横川氏の指導する我が国唯一最大の民間傍聴機関である 肩書きはやかましいが所長の横川氏は極めて気さくな人物だ「一体どんなニュースかね」と相変わらずニコニコ微笑しながら菊小嬢を促すのであるところが美しい女秘書はそれには答えずニッと意地悪そうに笑うと妙に済ました口調で「先生あなたは。 日本の国の鉄道で1年間にどれくらい忘れ物があるかご存知おやおや妙なメンタルテストが始まったねさあ私は何でも一通りは心得ているつもりだがそういう細かな数字の問題は知らないねそんなことはもし必要とすれば明石くんか青木君に頼めば10分間で調べてくれるからね 私なら立ちどころに申し上げますわおやおや変に絡んでくるねじゃあ行ってみたまえはいと菊小嬢はひどく気取った調子で鉄道省の旅客課でまとめられた昨年度の統計によりますとまず現金の忘れ物だけでもざっと百万円それから品物の方では 一番多いのが風呂敷それからコウモリ帽子という順でこの帽子など中折れ帽子やパナマ帽は別として夏のカンカン帽だけでも約10万個これを積み重ねますと富士山の高さの2倍半に達します去年の夏先生が商船電車の中でお忘れになったカンカン帽ももちろんその中に含めてありますが。 おいおい、君そんなそれから少し風変わりな忘れ物ではいががだごのざます。次にこれらの膨大な忘れ物を場所的に見ますと全体の7割近くが列車内あとの3割ながしがホームや待合室等の駅構内ということになっております。 先生、いかがおお、現金100万円とは莫大なものだな。と、横川氏は今は兜を脱いだ形で、品物の方も馬鹿にならんね。この物資愛護の自局にもったいないことだ。本当ですわ。しかも事変以来、毎年どしどし増える傾向にあるんですって。 おうやはり交通混雑時代の影響なんだろうなしかし一体君はまたどこからそんな知識を仕込んできたのかねすると菊子嬢は急に顔をほころばせながら白状いたしますわ実は昨夜私の家の隣組で上化会がありましたのそれで私の家から3軒置いて西隣に 清川さんって東京駅の遺し品が使扱い所に勤めていらっしゃる鉄道員の方があるんですがその方から昨夜上会が終わってからお茶飲み話にいろいろ伺ったんですわなるほどねうん上会に出るとなかなか物知りになるねところで君のいわゆるュ入数というのは今の話かねまあ先生 今までのなんかほんの蛇の口ですわ。これからが本物の真ニュースですわ。やはりその清川さんから伺ったんですけど、それはそれは奇妙な忘れ物事件が起きやがったんですわ。そう言って菊子嬢が語り出したのは、だいたい次のようなまことにへんてこな話であった。 奇妙な遺失品清川豊次君は東京駅の遺失品扱い係だった一口に遺失品扱い係といっても何しろ帝都の表玄関大東京駅のそれであるからいわば日本一の忘れ物係である毎日車掌さんや駅主や 掃除婦の諸君がわんさと持ってくるさまざまな忘れ物をいちいち整理して帳簿に記録すると同時に告示板に2週間表示をし取りに来た忘れ主があれば克明に調べて渡してやり取りに来ない忘れ物は後ろの倉庫へきちんと整理して積み上げ1年間の保管をするというなかなかの忙しさだった時には偽物が取りに来たり 1一つの品物に2人の落とし主が現れたりしてたださえ天下の忘れ物の中でイライラしている清川君をひときわ悩ませたりするのであるそんな時決まって清川君は思うのであったあああ,あなんて世の中にはぼんやりが多いのだろう1年余りも保管しておけば帽子や傘など大抵役に立たなくなってしまう この物資愛護の檻からいかん千番な話ではあるが何よりもこういう忘れ物のために全国の何百何千という警察や停車場やその他に勤める我々貴重な人的資源があったら無駄な労力を費やさなければならないのだなんて旧体制な人々だろうところでこの清川君のところへごく最近正確に言えば 2週間近く前から忘れ物の大関とでもいうべきやつが現れ始めたのである現れ始めたというのは一度だけでなくほとんど毎日のように出てきだしたからであるしかもなんとその忘れ主たちはどうやら皆夫婦らしいのであるつまり男物と女物と 一対になったいろいろな品物が現れるのであるまだ一度も取りに来ないがよほど忘れっぽい夫婦たちらしい一番初め車掌さんが持ってきた品は空気枕である男物と派手な色彩の女物と2つ並んで空気が抜けたまま東京泊まりの東海道線の客車の中に忘れられていたのである ところで1日置いてその翌日出てきたのは男女一対の日和ゲタである妻川の柄で男女の区別は一目瞭然おそらくその夫婦は東京まで来たが上天気なのでフェルトゾーにでも履き替えそのまま座席の下へ忘れてしまったのであろうのんきなものだするとその翌日今度は 串入れのついたなかなか立派な懐中鏡が男女一対やはり東海道線の客車の化粧室の棚に置き忘れてあったのである顔でも洗っておしゃれに夢中になって忘れたのであろうその次に出てきたのは膝掛けらしい小型の毛布である女持ちの方はバラの花の模様なんかついてなかなかしゃれているこいつは 客車の網棚の上に二枚一緒にバンドをかけて忘れられてあった。むろん忘れ物は他にもあるのであり、毎日それを扱うのを仕事にしている清川君のことであるから、最初のうちは別に何とも思わなかった。が、こういう二人組の忘れ物が、それも決まって東海道線の客車の中からいつものように出てき始めると、 さすがに商売人で無感覚になっていた清川君もつい昨今の陽気と思い合わせてうたた悩ましいそうねんを抱かざるをえない次第であったうん厚生省が「埋めよ増やせよ」で盛んに宣伝するものだから全国至る所に新婚夫婦が属性しておかげで鉄道車のわしが悩まされるとはこれいかにだ ところが清川君の悩み謎には頓着なく新婚夫婦は続々上京する次に出てきた忘れ物は眼鏡である太いロイドと優しい淵なしチェッその次にやってきたのはこれまたなんとかわいい男女の人形一対ボール箱に入って紐がかかっているおや これは子供の夫婦かな。いやいや土産物なのだろうすると早くもこの新婚組は国策に沿って2人も子宝を設けたのかななんて考えているうちにその翌日今度は手袋が座席の隅に忘れられてあった男物は儀式用の白手袋女物は 藤色のレースみうんどうやらこの若夫婦はいとこの結婚式にでもやってきて今頃は手袋をなくして困っているんではないかなところでその次には座席の下から大小2足の雨天ん用のオーバーシューズが現れたどうやらこれは前の日和たと同じ電で天気になって忘れたものであろう すると1日置いてその翌日一番最初空気枕を拾ってきた車掌さんがおーい、いままたたたぞ、夫婦枕が。車掌樽も、かなだね。そう言って柄こそ違うがこないだの空気枕と同じような品物を2つ届けてきた。と今度は。 登山用のルックサックだ大小2つのその袋は仲むつまじくハイキングにでも出かけた帰りか中身は空で網棚の上に投げ上げてあったくたびれすぎて忘れたか「チェやりきれねえなあああ,あ,あ俺もハイキングにでも出かけたいわい」とここにいたって ととうとう清川君は悲鳴を上げてしまったのだ全く無理もない次第である昨日今日と2日ばかりは休みであるがここ2週間足らずの間に以上述べたとおり10件にわたる2人組の忘れ物が殺到したのであるから兄清川君のみならんやお釈迦様でもちょっと困るかもしれないそんなわけでその晩家に帰った清川君は ちょうど上海があって時間後に和気あいあいたる懇談が始まった時最初はそれとなく忘れ物に対する人々の注意を促すつもりで茶飲み話がつい身が入りすぎて奇妙な悩みまで喋ってしまったという次第大発見。ねえ先生。 いかがニュースでしょ話し終わった柴谷菊子城はそう言って理髪そうな目玉をパチパチと瞬きながら横川帝介氏を覗き込むようにしたおーなるほど。これは面白い話だね。横川氏も少なからず動かされた体で思わず腕を組み込んだ。 ところで先生はこの賃現象をどうお思いになってやはり異質品係の清川さんと同じように厚生省の宣伝効果が現れて夫婦円満時代が出現したせいだとお考えになりますいや厚生省の宣伝は立派な国策だからそんな賃現象は別としてもすでに着々効果が現れているよ。 早い話が第一君がこういう話に絶大な興味を持って私のところへまで聞かせに来るというその気持ちを考えただけでもすぐ分かるよもう君自身も結婚したくてうずうずしてるんじゃないかねまあ先生ひどいわ菊小城は真っ赤になったいや失言失言 ところで大変面白い話だったが私の考えではその国策云々とは少し違うね第一国家の奨励するところの結婚はそういう物資をおろそかにするような忘れっぽい夫婦をこしらえるための結婚ではないんだからね私がその妙な忘れ物の話に興味を持ったのはもっと別の意味でだよその話は、 ちょっと聞くといかにももっともそうな面白い話だが考えてみると実に奇怪な矛盾をいろいろとはらんでいるそれで非常に面白いどんなって一口には言えないがとにかく聞き捨てにならない話だよいやよく教えてくれましたまあ、君もせいぜいい,いおむこさんを探すんだが結婚したからって あまり夢中になって物を忘れたりして粗末にしてはいけないよハハハそれで菊子嬢はもう一度真っ赤になるといささか膨れた形でプイと自分の席へ引き上げるとさっさと仕事に取りかかった横川氏も机へ向き直って数日前から始めている著述の仕事に取りかかったが時々ペンを休めてはタバコをふかし しきりにうーんうーんと考え続けているのはどうやら妙な忘れ物のことが気になるらしいこうして昼が過ぎ夜が来てその日一日は何事も起こらず過ぎていったそしてその翌日となった ところが出勤した横川氏はどうしたというのか今日は朝から仕事も投げ出してしまって物も言わずしきりにうんうん進吟し始めたどうやらすっかり本式に忘れ物に取りつかれてしまったらしい菊子嬢はなんだか気味悪くなってそっと事務室へ抜け出すと署員の明志くんや沖くんと 先生の妙な様子についてひそひそ話をし始めた。とその時いつまでもひっそりしていた署長室でどうしたというのか突然ドンと机をたたく音が聞こえたかと思うと「わかったわかったぞ!」と叫んでいきなり横川氏が事務室へ飛び出してきた。 顔色がすっかり変わっている。おい、今日は何日だったかね九日ですわ。菊子嬢が答えると。何、九日そりゃあ大変だ。おい、柴谷君、昨日の君のお話の例の忘れ物の一件、あれが分かったんだ。あれはとんでもない陰謀だぞ。重大事件だ。 ぐずぐずしてはいられないこれから早速東京駅へ出かけなければならんがそうだね行きがかり上柴谷くんに同行してもらおうところのほうやはいずれあとから連絡をつけることにしようと早くも横川氏は打って変わった機敏な態度で外出の支度に取りかかるのだ暗号停車場 やがて菊小城を伴った横川氏は東京駅の降車口へやってきたと遺失品扱い所へは行かずにまずいきなり何を持ったか遺失品黒磁板の前へ立つと割に大きなその黒板の表面へ食い入るような視線を投げかけたうん思った通りだやがて横川氏はそう満足そうにつぼやくと 見てごらん」と菊小城へ顎をしゃくって黒板を指した黒字板表の面は細い桂線でいくつかに区切られそのたくさんの行間には白墨の字がぎっしり詰まっていたここ2週間以内に発見された忘れ物の品名形状数量発見場所等が発見の月日順に記されて告示されているのである 2週間間公衆のの面前へ告示して後1年間の保管をするというのが規定であるところで見れば例の10件に及ぶ奇妙な2人組の忘れ物もまだ告示の期限は切れないのだし忘れ主は出てこないので消されずに記されている無論忘れ物はそれだけではなく他のいろいろな忘れ物と混じって並んでいるのであるがけれども この10件の特殊なアベックの忘れ物は品名形状の説明を見れば一目瞭然分かってしまうでも先生一体これがどうしたとおっしゃるの思わず菊小嬢が顔をしかめると横川氏はニヤッと笑いながらうんこれがそもそも大事件解決の糸口だよ君 この告示板に書いてある10件の忘れ物の品名を記載順に注意してみてごらんまず最初が空気枕それから日和下駄、次に懐中鏡毛布眼鏡人形手袋オーバーシューズ再び空気枕ルックサックと並んでいるだろうええ並んでいますわ。 でもこれがどうしたというんでしょう。わからないかね。じゃあ教えよう。この並んでいる十個の品名を金書きにして、最初のひと文字ずつ拾って横に読んでいってごらん。空気枕の空、日寄下たの日、懐中鏡の懐というふうにしてするとどうだね。 く、ひかもめにておくるとなるだろうなんだか電報の文章みたいになったねすてき先生いきなり菊小嬢が横川氏にしがみついたうん分かったかねそうだよこれは実に奇妙な暗号なんだこいつを意訳すると かもめということとになるカモメというのは言うまでもなく特急カモメ号のことなんだ何者かが何か秘密の大事な品物を「くひ」すなわち「今日の特急かもめ号」で送ってくるという意味の巧妙な秘密通信なんださあこんなとこにいつまでもグズグズしていられない。 あちらへ行こうと横川氏は歩き出したそれから間もなく2人は遺失品扱い所の室内で例の清川君それから知らせを受けて駆けつけた東京駅の助役さん旅客会員等と緊張した空気の中でしきりに横断を交わしていたとにかくと横川氏が言った ただいまも申し上げた通りこれは何者かが何か大事な品物を今日の午後5時20分着の特急カモメで送ってくるという暗号通信でして忘れ物だななんんてとででもないインチキですよつまりこれらの忘れ物は全て何者かがこういう暗号通信をするためにわざと忘れた偽りの忘れ物なんです。 無論その暗号の材料に使った10個の忘れ物をそれぞれ男物と女物との2つずつにしたのは暗号受信者が他の忘れ物と混同しないように巧みに考えたつまり見出しというわけでしょうかねそれでこの10組の偽の忘れ物はその暗号の発信者が わざわざ東海道線で東京までやってきては車内に恋に忘れていったのではなくてどこか遠くの方にいいいててやっている仕事だと思います例えば大阪とか神戸とかに発信者はいて例のその忘れ物に親した品物を毎日1つずつ持っては停車場へ出かけ旅行はせずに入場券だけ買って 見送り人のようなふりをしながら旅客たちと一緒に汽車へ乗り込みそれぞれ適当な場所へ置いて何食わぬ顔をして降りてしまうそして汽車は忠実正確にその品物を運んでくれ東京へ着いてお客さんたちが降りてしまうとその品物だけはもともと乗った時から持ち主はなくなってしまっているのですから1人だけ発見され 忘れ物ということになって清川さんのご厄介になり暗号とも知れずに告知板へ品名等を記載されていくすると今度は受信者が東京駅の旅客のような顔をしながらぶらりとやってきてこっそりその掲示板から秘密の通信文を読んで消え去るとまあこういうからくりなんです。 いや、よくわかりました。と助役さんが言ったどうも驚くべきやつですなすると今日の特急カモメ号で送ってくるというその大事な品物もこの忘れ物と同じ方法で送ってくるのでしょうかむろんそうです。人間が手に持ってくるくるらいなら、いな 何もわざわざこんな秘密通信をして受信者へあらかじめ知らせる必要なんぞありませんからねつまり今日の神戸発上り特急カモメには今までとは違った貴重な主のいない荷物が積まれて送られてくるのですそしてその荷物は今度は忘れ物とはならずに多分 東京駅かどこかで出迎え人のようなふりをして紛れ込んだ受信者によって受け取られることになるでしょうどうもその運賃を払わず密葬してくる荷物というのはこんな大がかりな暗号を使って相手に予告するくらいですからよほど秘密な大事な荷物らしいですねとにかくこれは生さしいただの犯罪などではありません 大体暗号通信などをするのは普通の犯罪者などではなく文書の戦時開封処置を恐れる官庁の仕業に違いないんですところで残念ながら私たちにはまだ今のところその機械な発信人も受信人も全然姿がつかめないんですからこの上はこれから早速駆けつけて今日の 上り特急かもめにどこか途中からで結構ですから乗り込んでまずその車内のどこかに必ず積まれてあるに違いないその主のいない荷物を探し出さねばならないと思いますそれでぜひご協力が願いたいと思います承知しました鉄道としてもぜひご協力願って万全の処置を講じたいと思いますと 助役さんは時計をちょっと見て、えーとちょうど今10時を少し回ったところですから上りの特急かもめはそうですね今朝の8時23分神戸発ですから今頃は彦根米原辺りを走っているでしょうそれで今度10時半東京発の下関行き急行にお乗り願えばちょうど2時半頃静岡で上りかもめに乗り換え 引きき返ししていただくことができるでるょかもめの専務社長へは名古屋駅を通じて早速電話で連絡しておきましょうじゃあ私は出かけましょうと横川氏は早くも立ち上がって傍らの菊小城へ行った君はこれからすぐに警視庁と署の方へ連絡をつけてくれたまえ。 上り特急かもめ号さっきまで頂にかかっていた笠雲がいつの間にかからりと晴れると富士は秀麗なその全師を惜しげもなく表して紺碧の駿河湾まで一直線に広々とした裾野を見せ始めたその荒野へ続く絶唱の海岸線を真っ白な煙をさーっと引いて後尾に展望車をつけた 素晴らしい流線型の急行列車が東へ東へと矢のように爆心していたたった今静岡駅を後にした上り町特急かもめ号であるその列車の全部に連結された3等車の中で今しも時ならぬ手荷物検査が始められていた赤い腕章を腕に巻いた見るからにりりしい専務車掌氏は通路に立って 皆さんご迷惑ではございますがちょっとお荷物を調べさせていただきます挨拶すると早速網棚や座席に置いてある旅客の荷物を一つ一つ落ちなくさしながらこのトランクはどなたのですかこのかばんはこちらの風呂敷包みはあなたのですかこの袋はどなたのですかと 荷物の所有を調べ始めた。その車掌紙の後から一人の紳士がついていくちょっと見ると忘れ物でも車掌さんに探してもらっている人のようだが言うまでもなくたった今静岡駅から折り返しこの列車に乗り換えた横川定介氏である東京から一緒に来た警視庁の外事会員と 電話連絡を受けて名古屋から乗り込んだ愛知県の移動刑事はそれぞれ客席に収まってそしらぬ顔で待機しているところで列車は相変わらず満員で調査も思うほどにははかどらずなかなか主なき荷物は出てこない20分30分横川氏の眉根には さすがにかすかながらもいらだちが見え始めたと4両目の4号車の終わりまで来た時だった片隅のボックスに2人の若い男が並んで腰掛け何やら声高にペチャペチャしゃべっておりそのすぐ前にはこれはまた1人の太った紳士が満員車内に2人分の席を取ってグーグー太くな高い引きを上げていたが その三人の頭の上の人頭上網棚からとうとう主なき荷物が現れたそれは割に大きな黒い旅行かばんだった車掌士がそのカバンの所有を尋ねると喋っていた2人の男は面倒くさそうに「我々のではないこの人のだろう」と前の居眠り紳士を顎で刺し 揺り起こされたイネりリ親柱はすこぶるーご機嫌ななめの手で。何そのカバン？わしのじゃないわい。と吐き出すように言った。ではこのカバンの所有者は乗っていられないのですね。車掌氏は三人ばかりではなく他の乗客へも聞こえるように言った。みんなうなずいた。 ではちょっと伺いますがどこからこの上に乗っかっていたかご存じないでしょうかするとしゃべっていた2人はさあ我々はは大阪かからら乗っったたがどうううももその時からはもうあったようだねと再び面倒くさそうに太った紳士はわしは神戸から乗ったが乗るとすぐ。 汽車のごかん先から寝てしもうたで知らんわいと答えて再びうとうとし始めたやはり、ででんだものですね。車掌士はかばんを下ろしながらそう横川氏へささやくと重そうにそのかばんを下げて先に立って食堂車寄りの車掌室へやってきたいつの間にか二人の後から 外院も移動刑事もやってきた横川氏は刑事と車掌に立ち会ってもらってすぐにも七つ道具を取り出すと慣れた手つきでカバンの錠を開けにかかった間もなく錠は外れたカバンの口は開いたとその中から現れた品物を一目見て人々は思わず と息を呑んだ。恐ろしき品物それは誰も見たことのないような品物だったまるであの酸素などを入れておくボンベのような格好の黒い鉄の筒で頭の方にややこしい細工がありその細工の先にどうやら懐中時計くらいの大きさの なつくりの時計がついているうんどうせこんなことではないかと思ったとほかの人ほどは驚いていないらしい横川氏が静かに言った皆さんこれは一種新式小型の時計仕掛けの爆弾ですよえ時計爆弾そうです 時計爆弾ですがそんなに後ずさりなさらんでもいいですごらんなさいこの時計の針はちょうど3時40分のところで止まっております今はまだ3時ですから大丈夫、ハゼリはぜりゃしませんよちょっと待ってくださいなんだか妙に軽いから調べてみましょうあっいいですか大丈夫ですか ご心配なく。横川氏は落ち着いた手つきでいっぱい詰められた新聞紙の中からその恐ろしい品を取り出すと頭のところの細工をひねくり始めたと間もなくその細工がポコッと外れて鉄の筒の蓋が取れたような格好になった横川氏はその筒の中をのぞき込みながら思わずニヤリと笑っていった ああ、そうかご覧なさい中身は空ですよ火薬の代わりにどうです細長いゴム風船が詰まっていますよそうだ皆さんこれは試験用の爆弾ですこの新型時計爆弾の新幹装置を試験する目的なんでしょうつまり この時計の針のさしている3時40分になるとここのところの激震が飛び出してこの風船玉を破るわけなんですところで車掌さん3時40分というとこの列車は一体どの辺を走っていますかそうですねえー、っとこれから沼津発が3時24分ですからああ ちょうどタン那トンネルの真ん中です。えタン那トンネルの真ん中そうです。あのトンネルは通り抜けるに約9分間かかりますから、1分や2分早くなっても遅くなってもちょうどトンネルの真ん中です。うーんと横川氏は思わずうなった。 なるほどそうか分かったうーん恐ろしいやつだな皆さんこの爆弾密葬事件の犯人は言うまでもなく悪辣な第5列の破壊謀略犯ですやつらの目的とするところは単なる一列車の破壊ではなくて戦時における重要な輸送路の破壊にあるのです 幸い今日のはその実地試験ですから心配はないですがやつらはもし今日のこの試験に成功した暁にはいざという時期を狙ってそうだおそらくこの東海道線の旦那トンネルなどだけでなく全国の主要な鉄道の急所を狙ってこういう時計爆弾をこのような犯人の姿の見えない密葬方法を持って送り 軍用列車や避難列車や重要貨物列車等の通過する貴重な輸送路を破壊しようと企てているのですふんだがもうそれはこれですっかりおじゃんになってしまったわけだいやどうも驚くべき奴らですねと移動警察士が言ったしかしそれにしても 時計爆弾を貨物列車ならともかく、こんな旅客列車へ積み込むとは、少しひどすぎますね。そうです。まったく悪逆無類です。しかし奴らにしてみれば、こうするより他に方法がないんです。なぜかと言いますと、ご存知の通り、旅客列車は発着の時間が正確無類ですが、貨物列車はその点不正確です。 それで貨物列車などへ積み込んだのではせっかくの時計爆弾も狙いを外してしまうからですやつら第五列部隊の艦長どもにとっては人間の命なんぞ虫けらほどにも思っていませんからねですから結局我々国民は常に落ち着いて注意深く行動しなければならないわけですよ 余分な凶楽本位の旅行などはできる限り慎むようにして、もしまた旅行などするにしても、車内で余分なことをベラベラと声高でしゃべり合って夢中になったり、2人分の座席を陣取って、ぐうぐうと不得ないびきをかき続けたりすることは、断然慎むべきですね。我々関係者は、今後一層万全の注意と警戒は怠らないとしても、 いつ何時頭の上の網棚にこのような爆弾が乗っかっていないとも限らないわけですからおやもう沼津ですねここでここでお降りになりますかいやとんでもない降りたりするもんですかこれからまた大事な最後のひと仕事があるじゃありませんか 暗号受信者こうして沼津を立った列車が熱海小田原と一気に走り越して湘南の山野を刻々東京に向かって近づきつつある頃はぜない爆弾の入った黒いカバンは例の太った紳士がまだ居眠りを続けている元の場所の網棚へ返されて車掌士を除いた3人の関係者はそれぞれ客席の各所に腰を下ろし 何食わぬ顔をしながらも絶えず鋭い監視の目をカバンの方へ投げ続けるのであったやがて列車は横浜を過ぎて東京駅に到着した長い旅路を終わった人々はほっとした形で総立ちになりそれぞれの荷物を持ってぞろぞろと降り始めた 横川市をはじめとする3人の人々も静かに立ち上がると旅客たちの後からゆっくり降りるようにしながらここぞとばかり鋭い視線をカバンへ注ぐとこの時、いつの間に現れたか1人の赤毛紳士が3号車の通路の方からやってきて車内をぐるっと見回すと1つだけ残っている例のカバンを いかにも出迎え人ででもあるかのように無造作な仕方でひょいっと取りそのまま大股に歩み去ろうとする瞬間ダッとばかりひょうのように飛んだ移動ケージが背後から羽がいじめにくみついた途端に紳士の帽子が飛んで長い赤毛がさっと乱れるパンパン 狙いの狂ったピストルが車内の天井にはまった電灯の傘を微塵に砕いて叩き落とすが次の瞬間だだっと見られる足音の中で外科員の持った手錠がピーンとなるとそのまま静かになってしまった入れ替わりに金筋筋膵胞の助役士が入ってきた無言の微笑を横川氏へ向ける あの先生を叩いてみれば相棒たちも一網打尽になりましょうそう横川氏は助役師の微笑に応えてふと傍らを見ると思わず失笑したいつの間に入ってきたのか菊小城と遺失品係の清川君がたった今赤毛紳士が落としていったばかりの帽子を拾って互いに顔を見合わしている どうやら今度は。本物の忘れ物らしい。ご視聴ありがとうございました。大阪景気作の他の作品は。このようなものを朗読しております。また最新の朗読動画はこちらです。どうぞ。合わせてご視聴ください。